元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回のテーマはですね、まあ合気道でございますが、シュートを仕掛けられたら対応しろ、こういったテーマでお届けしたいと思います。さあそれでは早速お送りいたしましょう。皆さんはシュートという言葉をご存知ですか？私はまあプロレスの実況アナウンスをしましてもう20年ぐらい経つんですよ。まあその世界の中でね、一つシュートという言葉があるんです。プロレスにもルールというものがあるんですよ。ルールの中でまあ両選手が戦っているわけなんです。シュートというのはそのルールを度外視して相手を潰すってことですよ。潰しに行くということです。これがシュートなんです。合気道においてもシュートを仕掛けられることがあります。ですからその時は必ず対応できるように刀を研いでおいていただきたいんですよ。我々合気道というのはね、大体が肩稽古じゃないですか。いわゆる約束組手ですよ。下手をすると慣れ合い稽古になってしまう可能性があるんです。そんな時に他武道他の格闘技を経験した方がさも素人であるかのように来て見学させてくれとかね、一つ技をかけてくれませんかと言った時に、かけられなかったら、試せなかったら、相手の要望に応えられなかったら完全に舐められます。これはやっぱ罰ですね。そしてまた同じ合気道家であっても外国人は結構仕掛けてきますよ。私も経験がある。斉藤先生の講習会であると様々な国からまた様々な地方からいろんな人がやってくる。その中でね、仕掛けてくる人もいますよ。外国人結構多かったな。わざと意地悪をするんですね。技がかからないで踏ん張ったりとかありますよ。その時にちゃんと対応できないと奴らは舐めてきますよ。舐めてくる。なんだって大したことねえじゃねえかって来るんですよ。ですからいつでも刀は研いでおかなきゃならないんです。私が今まで見たシーンです。外国人は大体が仕掛けてきます。あの斉藤先生に対してもです。斉藤先生に対して仕掛けてくるんですよ。でもね、すごいなと思ったのはさすが斉藤先生、いとも簡単に投げ飛ばしますよ。そして初めてそういった仕掛けてきた外国人は本当にすごい大先生なんだと思って態度をガラッと変えて真摯に学ぶようになるんです。全員じゃないですよ。中にはいるんです、仕掛けてくるものも。ですからもし仕掛けられたら対応できるようにしないと舐められる。場合によっては倍返しするんですよ。仕掛けてくるんでならば対応してやろうということでドッタンバッタンやっていいんです。ただしですよ、初心者にそれやっちゃダメなんですよ。初心者というのはまだ技がわからないから、ここはゆっくり丁寧、根節丁寧に一つ一つ教えてあげなきゃダメなんです。ですから初心者に対しては、こういった稽古やっちゃダメですよ。でもある程度の力量になったら私はそういう稽古も必要だと思ってるんですよね。対応できるように、昔は道場破りに来たんです。対応できないと看板を持っていかれるんです。閉鎖になっちゃうんですよ。ですから皆さん、諸先輩は血の滲むような努力をしたんですよ。今はそういう時代じゃないけれども、それでも仕掛けてくるものがいますよ。いますから対応できるようにしといてくださいってことなんですね。段位が稽古してるわけじゃないんですよ。5段だから6段だからすごいわけじゃないんです。ちゃんと実力がないと外国人、まあ外国人だけじゃないでしょうね、舐めてくるやつは舐めますよ。なんだ大したことねえじゃねえかっつってね、名誉5段だろ、名誉6段だろって舐めてくるやついるんですよ。ですからおお、さすがは5段だな、さすがは6段だなという部分でね、刀は常に研いでおいていただきたいなというふうに思ってます。まあ偉そうですけど、私そういう気持ちなんですよ。いつも舐められちゃいけねえと思ってね、ずっとやってました。今もそういう思いはあります。ですからできなかったら真摯に、どっか悪いんだと、まだまだ未熟なんだと思って切磋琢磨していく必要があると思います。ですからね、シュートを仕掛けられたら必ず対応できるようにしていかなきゃならないんじゃないかなと、そんな風に思ってます。まあ、今回は、まあ、真の実力をつけようという意味合いで、ね、シュートを仕掛けられたら対応しろ、まあ、そういったテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご礼を。元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー鍵野孝彦です。よろしくお願いいたします。
バカぞー。